八、七、六、五、四、三、二、一。はい、どうぞ。はい、始まりました。はい、むつきの満月と書いてフルムーンって言います。始まりました。イエーイ。はい、パーソナリティのむつきこと、VTuber の野崎シャルと申します。よろしくお願いいたします。始まった。私パーソナリティになっちゃいました。コメント欄もうね見えててね。コメントリスナーさんと私がおしゃべりできるようにコメント欄もちゃんと見えてますよ。手作りすごい。あ、もうね。コメントが来てくださってますね。カズマさんっていうのかな？手作りすごいですか？本当に。これね、今さっき作りました。今さっきのね、15分ぐらいでね、作りましたね。完成度高いね。完成度高いですか？ありがとうございます。ハサミでちょきちょきね。そう、ハサミでちょきちょき、なんかかまぼこ状に切り取って、で、ここワイヤーでやって、なんかこっちのカメラさんでいいですか、切り替え。そう、こっちのカメラさん、かまぼこ状に切り取って、ここスポンジ入れて、ここ空間空いてるんですけど、でここワイヤーで引っ掛けてるだけなんですね。すごくないですか？すごい。はい、山本さんもね、ハイドさんも来てくださいました。本当にありがとうございます。今ね、もうリスナーさんとね、私、むつきとね、一緒に交流の時間ですよ。ね、なぜこの格好なのかっていうのをね、ちょっと説明したいと思います。私はね、コスプレをつながり、でね、コスプレと一緒に歩み、いつかはね、VTuber になりたいな、いつか表の世界に出たいな、って思ってたら、いつの間にパーソナリティになっちゃって、で、いつの間にか812のね、ライブ812っていうね、アプリサイトにて、でね、世界が広まり、でね、VTuber としてもね、やってるので、ねえ、すごいな。なんかインターネットの世界ってすごいんだなって思いました。待ってました。ハイドさん、待ってました。さあ、聞こえてますよ、コメント欄。今ね、何人の方が見てくれてますね。ありがとうございます。はい、私むつきと申します。よろしくお願いします。イエーイ、見えてるかな。でね、この格好可愛くないですか？お耳が長くて何でも聞こえるお耳ですよ。え、あ、ワンキーさん、えへへへへ、カズマさん、パチパチパチ切れてくれましたね。本当にね、この格好誰が描いてくれたんだっていうか、誰のイラストっていう思いじゃないですか。さあ、こちら見てください。こちら野崎シャルちゃんっていう名前の女の子、うさぎの女の子でございます。このね、女の子誰か描いてくれたのって思うじゃないですか。さあ、この絵どっかで見たことあるぞって思う方いますか？いるかな。この絵そっくりでしょう。そう、私このね、制服とお耳とあとシュシュもね、同じっていうね。すごいでしょう。これはね、ここのいつだろうゲストに来てくれたりょうつさんっていう方、ご存知でしょうか？りょうつさん、わかりますかね。そう、りょうつさんが描いてくださったんですよ、この絵。すごない？かわいい。はい、どうさん、ありがとうございます。そう、この絵りょうつさんが描いてくれたんです。本当にありがとうございました。
本人様にはね、まだまだ会っていません。私あれ本人さんに会ってないのにこの格好でやっていいのかというか VTuber ジチーンこの格好でやっていいのか、まあね、もうね、VTuber 非公認だけど非公認としてね、やっていますのでよろしくお願いします。そう、三つの友達なんですね、りょうつさん。そう、三つの友達のあの、りょうつさんに書いてもらいましたね。ここの関わりがすごすぎるそう、なのでね、ぜひぜひこの野崎シャルのこともね、よろしくお願いいたしますね。そう、ここのね、じゃあこうやってやっとこうかな。シャルちゃんこっち側にやっとこうかな。ね、今日はね。シャルちゃん何するのっていうね、ことがちょっとお分かりだろうか。ちょっと説明しておきますね。シャルちゃんの役目は静岡県のことをよーく耳で聞き、よーく語り、トークもし、歌も歌い、そして、ね、世界に発信っていうのがね、目標であります。ね。そう、ダース・ベイダーの子。そう、ダース・ベイダーでね、よく、なんか、ね、仮面なんか、被ってた子なんですよね。なんか私も配信見てて、え、この人がりょうつさん、え、待って、この人に描いてもらったの、この可愛い絵っていうね感じなんですけど、あそうそうね、はあ、ありがたやんですよ、本当にありがとうございました。りょうつさん今見てくれてんのかな。だから素顔を知らない、素顔を知らないんですね。私も知らない、会ったこともない。いやー、どうしましょう。そんなこんながでね、 VTube やらせてもらってます、この格好で。で、 2.5 次元非公認 VTuber としてね、野崎シャル動いていますので、いや、どうぞどうぞ温かい目でね見ていただけたらなって思います。よろしくお願いします。はい。でね、私何やってんのっていうあれなんですけど私やっぱり早、本当にね、早ここに、ここのねスタジオでねやらせていただき、早3回目でねパーソナリティになってね、本当にありがたいなって思っています。ありがとうございます本当にね、こうやってねリスナーさんと話しながらね、こうやってのんびり聞けてたらいいなって思ってね、ちゃんとゲストも呼びますからね。ゲストに出たい方、ぜひぜひね、ぜひぜひ私のところに来てください。よろしくお願いします。でもね、ここで注意点、県外の方とかね、熱あるけど行きたいっていう方、ちょっとすいません、ごめんなさいね。今現在5時37分になっています。皆様はね、今日どんな過ごし方をねしているでしょうか。私はね、午前中ね、まったりしてましたね。私実はママなんですね。はそう、ファイティーン、お、みっちゃんファイティーン、ファイティーンファイティーンしてますよそう、みつさんがねコメントしてくださいましたね。ね、もともとみっちゃんのつてからね、もうここのねスタジオに来てね、本当になんかありがたいなって思っています。本当にありがとうございます。今ね、ケンメン様が見てくれてますね。ありがとうございます。むつきと申します。でね、私は普通に主婦です。見える？ゴン言ったけどそう、見えるかな？そんな主婦には見えないかな
見えない。そう、主婦なんですね。そう、一人娘を抱えてる身なので、あの主婦の方にもね、そう、あの本当に来てほしいですね、ここのゲストにね。ね、なんか主婦の悩みとか夫のなんかね、あれこれとかね。もうね、来てほしいですね。ね、ゲストとして呼べたらすごいすごい楽しいと思います。でね、うちのね、ペットくんの前話をしたと思います。うちのペットはシナモンくんって言うんですけど、シナモンくん一体なんじゃろほいって感じですよね。なんだと思います？シナモンって聞いて思い出せる動物さん、見えるわけがないでしょ。シナモンって聞いて若く見える。あ、ありがとうございます。私のこと若く見えます？はい。まあ年齢不詳の主婦です。なのでね、そう、シナモンって聞いて何の動物？犬？猫？金魚？ねえ、シナモンって何色でしょう？茶色？ねえ、茶色っていうことは？茶色っていうことは？はい。タヌキちゃう？なんでタヌキなんですか？うさぎ、違う！これ！こんにちは。逆でしょ。シナモン。普通は犬でしょ。違う。これ犬に見えます？近くやりましょうか。これシナモンくん。え、みんなの反応がないけど大丈夫？ディスの。今日恐竜ではありません。ふとあごひげトカゲっていうトカゲさん、かわいいでしょ。カメラ持ってんの、映るんです。久しぶり見たと思いますよ。まだありますよ、映るんです。ね、写真館行けばね、まだまだ映るんですはあるんです。かわいいでしょ。え、ダメ？ねえ、あ、じゃあ、リスナーさんが、なんか減っちゃったので、爬虫類嫌いな方多かったのかな。ねえ。超マニアック。そんなことないですよ。え、シナモンくん、かわいいですよ。出してーってね、目見てくるんですよ。かわいくないですか？ね、本当に可愛いんですよ。もうシナモンくんもね、こうやってなんかね、おでこのところ触るとね、もうね、はーんみたいな感じのね、やるんですけど、本当にね、尻尾のねところを触ると、何っていうね感じのねことをね。そう。かわいいでしょ。ねえ、かわいい。そう。あ、私がかわいい？私の方がかわいい？ねえ。違う？シナモンくん連れてきちゃいましょう。シナさん、かっこいい。シナモンくん連れてくるんですか？ここに。え、連れてきてもいいんですか？いいよ。いいんですか？本当にね、全長40センチ、重さが700グラムのね、元気な男の子なのでね。まずは、ここに、連れてくるには、私、電車通なので、電車もなんとかしなくちゃいけませんね。そう。
そう、電車の理解をね、ちょっとクリアしないといけないので、そこの辺はね。そう、電車をどうやってペット連れてくればいいのかなって思った時に、やっぱりカゴとか必要なんですよね。そう、なのでね、もう本当にね、もうなんか、ねえ、そこの辺、ねえ、クリアしないと。STV すげえ、ねえ、すごいですね。ねえ、シナモンくん、一応、ペットですけど大丈夫なんですね。犬とかはダメでも、爬虫類はいいってことなんですよね、きっと。犬もいいんですか？来るんですか、犬？ワンさん、ワンちゃんさん来るんですか？盲導犬とか。盲導犬はしょうがない。いや、普通のペットはいいんですかっていう話なんですけど。来たよ、あ、来たんですか？うん、ワンちゃんさんすごい。はい？ヘビも来た。おお、すごい。へえ。カバンの中で我慢させるか。ああ。あ、まあ、カバンの中だったらね、もうなんか持ち歩きもね、簡単にね、持ち歩けることは持ち歩けるんですけど、なんせ、シナモンくん、男の子、コオロギあげよう。そうですね、カズマさん、コオロギ大好きなんですよ。生きたコオロギしか食べません。なのでね、すんごい人間よりグルメなんです。ゴキちゃんゴキちゃん食べません。ゴキブリとコオロギ一緒にしないでください。ね。そう、コオロギにカルシウムの粉をかけてあげるんです。ポンってやってガガガガって食べるんですけど、そのシナモンくん、トカゲなので舌は短いです。で、こうやってバクって食べるって感じですかね。シナモンくんかわいいですよ。え、ダメですか？ハイラさん、ダメですか？え、バクって食べるのがかわいいんですよ、やっぱり。今ね、何名の方が見てくれてます？ありがとうございます。5時46分になってますね。てか、この景色すごい綺麗。どこの景色ですか？わからないの。あ、そう、すごい綺麗じゃないですか。ここの山、なんか山とかね、ここのね、湖どっち？湖こっちか。湖とかね、すごい綺麗だと思うんですけど、すごいですね。でね、このシャルちゃんの耳もこのシュシュもあれなんですよ、変えてるんですよ。ほら、わかります？ほら、変えてるの。シューン。とりあえず出演、え、カズマさんは出演決定ですよね。え、出演決定なんですか？すごいしょげたような感じになっちゃってるんですけど、大丈夫かな、この耳。よっこらしょ。戻します。そう、これね、自分で作りました、この耳。すごくないですか？あれ、ちょっとあれですね。そう、これ自分で作りました。すげえ、マスクも。そう、マスクもね、自分でね、作ってね。いや、この方が可愛いですね。え、カズマさんは出演？なんでや。すごい、なんか、山本さんとカズマさんで揉めてますが、大丈夫でしょうか？リスナーさん同士で揉めないでくださいね。そう。でもね、この制服はね、手作りではありません。市販でね、買ったものを、こういう風に、ね、変えてくれたんです。本当にありがたいです。もう VTuber としてね、本当にね、絵師さんは。かわいい。うん、見た、すごい。はい、うん、うん、はい。そう
なんですよね。そう、本当にりょうつさんにはね、ありがたやって感じなんです。本当にありがとうございます。りょうつさん会いたいんですけど、りょうつさんゲストに呼びたいんですけど、りょうつさんのなんかです、タレ耳タレ耳の方がいいですか？タレ耳できますよねね、なのでね、普通にかわいい、ね、野崎シャルちゃんと申します。どうぞよろしくお願いします。シャルちゃんね、イリアムっていうね、スマホアプリにて、この子実際に動いてます。目と口だけですけど動いてますので、どうぞよろしくお願いいたします。やばい、打ち間違いが多い、いっぱいかましちゃってください。くださいまあの山本ちゃん大丈夫ですか？打ち間違いが多いですね。そんな打ち間違いが多い山本さんから、私ねえ、何？シャルちゃん、モムツキさんも可愛い。ありがとうございます。そんな、めっそうもない。めっそうなこともないですよ。もう本当にね。本当に、シャルちゃん、可愛いのでね、イリアムを、ね、ぜひぜひ登録して。でもね、私、ほら、実際ママなので、時間がね、設定しておりません。本当にいつ配信されるかどうかがね、わからないので、どうぞよろしくお願いいたします。今現在5時50分になりました。あと5分間ぐらいよろしくお願いいたします。今6名の方にね、ここはどこ、あなたは誰、あなたはね、ハイドさん、あなたの部屋だと思いますよ、きっとねえ、なのでね、シャルちゃんのこともムツキのこともどうぞよろしくお願いいたします。シャルちゃんのツイッターもありますし、ムツキのツイッターもあります。で、インスタグラムもね、あります。で、あとね、何があったっけな。フェイスブックもあって、で、フェイスブックにページを作りましたので、そちらでね、この動画も撮りたいと、貼り付けたいとも思っていますので、どうぞよろしくお願いします。そうなのでね、もうなんかあと4分となると結構寂しいなって思うんですけど、みんなこの感想聞いてないんですけど、私のペットのシナモンくん可愛いですよね。怖い、怖い言わないでくださいよシナモンくん可愛いじゃないですか今度連れてくる、嘘、はい、今度連れてきますよ私。なんでお休みするんですか、ちょっとやめてくださいよシナモンくん、克服できるかな、克服できますよ、噛みつかないので大丈夫です。しびれちゃう、ここでしびれちゃう、出ちゃうんですか山本さんねえ、なのでね、どうぞよろしくお願いいたします。そう、今度のね、そう、告知というよりかはね、もう普通にね、このここにいるななみはのんちゃん見えるかな、そう、ななみはのんちゃんもね、やらせていただきます。8月の16日日曜日もうね、本当にイベントことがねあるかなって今感じなので、ちょっとわかんないんですが、ちょっとよろしくお願いいたします。清水港のゆる、清水港の萌えキャラですね、よろしくお願いします。よいしょ、はい、よいしょ、立ってハノンちゃん、オッケー立ったねー、シュナさん40センチだっけ？そう、シュナさん40センチなんですよ。そう、40センチって言うとね、これ30センチ、40センチ、このくらいかな？頭の先から尻尾の先まで40センチあるのでね、このね、バインダーと同じぐらいかな。ねえ、なのでね、すごいすごい可愛い男の子なのでね、よろしくお願いします。
で、ゲストも連れてきます。連れてきたいと思っていますので、よろしくお願いします。ではでは、もうそろそろ時間となりましたので、次の6時から6時25分はロボさんの番組人生を豊かにする働き方ですって、すごい、人生を豊かにする働き方、見たいゲストは三浦さんですかね。はい、はい、よろしくお願いいたします。ではでは、私は以上となります。本当にね、リスナーさんもね、いや、ありがとうございました。温かなコメントありがとうございました。私とっても楽しかったです。これからもね、むつきのフルムよろしくお願いいたします。ということで、ぽいちゃんはい、おつしゃる。